木村すばるが自分の体の中で一番自信があるのはどこでしょうか。うわあ、これいいっすねこれ本人めっちゃ恥ずかしいやつ。これやばいやばいまずいまずい。自信があるところか。自信があるところ。自信か。自信って言うと難しい。なんか他から見ると例えば目鼻立ちがそうはっきりしてらっしゃるのか。だから体がどこまでかだよね。首より下なのか。身体を全部表してるのか、それとも首より下のボディの方を言ってるのか。バディーバディーパーフェクトバディーね。パーフェクトバディー濃すぎ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 出ちゃったなあ、なるほど。体で自信があるところか。自信がある。これはリアルに答えた方がいいのかちょっと迷うなどういうこれリアルに答えた場合ちょっと放送できない可能性もあるから。やばいっすね。ちょっと待って待って待って、それはもうスティックの話してますよねこらこらまあやっぱ僕のアルトバイエルンの話になっちゃうから大丈夫ですか。それ一回だからアルトバイエルンは覗いた部分で、フォークビッツのとこじゃないとこじゃないとこじゃないとこ全然種類違うぞいや見たことないから分かんないです見たことあったらそれも問題ですけどすごい、もうアユがあのスバルさんを見る目がマジすぎて今ちょっと怖かった。狙ってる人みたいだった狙っちゃう。うわい、もうすぐ狙っちゃう。私のよ。え、ダメ。いや、私のことで喧嘩しないで。お姉しかいない。それじゃあ解雇、解雇お願い。はい、私の発表こちら、肝臓。お酒好きだから。あ、なるほど。絶対強い。うん、確かに。肝臓、体の中。そこ来るとは思わなかった。体内の話よ。ちょっと待って。中来るとは思わなかった。ちょっと苦しい。ダメ。オーガンはダメ。臓器じゃないの。臓器でしょ。体の中でって言ってるのが。まあそっかそっか。自分の体の中でですよ。じゃあ、あゆ。くーちゃん。かくそつまんねえ回答しちゃった。口。あー。笑顔がすごい素敵だから。確かに。なるほど。それはある。まあ、まあ、この口でね。あのお仕事もさせてもらってますから、ね、まあ確かに自信ある部分ではあるんですけど、うん、本当はここです。ダダン、うん、プリケツケツかー。 あのね、いやわかる。あのマイクの前に立ってる時のスバルさんのケツってなんかすごいいいなだらかなカーブを描いてる。本当にお前現場で人のケツ見てる。いやだってさ、ここにいたら絶対見えちゃうじゃん。いや、まあ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 、そうだけど。やだ、ちょっと次から同じ現場の時意識しちゃう。いやー、もうなんかこ左手に台本持って右手でケツ隠してるっていう。ケツ隠してても見えるよ。怖えうーん、怖えよ。やっぱね、ちょっとこうね、ドイツ人っぽい、なんかこの白人っぽい感じの体つきをね、やっぱなんかしてるっぽくて。あ、でも骨格がね、まずそうっすよね。だからなんかこう太りやすいとか、こうビールに体がすぐ反応しちゃうみたいなところは、なんかドイツ人っぽいところあるんだなっていうのはね、最近思うようになって。なるほど。そうなんです。僕もね、肝臓じゃなかったら絶対肋骨の幅だなと思ってたんですけど、うん、自信があるの。いやいや、別に肋骨って書かなくていいでしょ。肋骨の幅はね、ほんと筋肉のつきやすさすーげー関わってきますからね。あ、そうなんだ、あ、そうなんだ。すごいパーソナルトレーナーによる知識が。いやー、すげー。そうか。いや、なんかすげー嬉しかったですよ、皆さんになんかこんなに注目されて。恥ずかしいけど。